真田さん好きになっちゃった。僕だけを映してくれないか早くねこっちへおいでよ背中に送るテレパシー暗号しろゆっくりとじっと見つめてる見た目のいびつさはコロッケの美味しさに何ら影響を及ぼしていません違うよ違う隠さずに君に伝えたいのにキリがないくらい初めての恋してる君の誰かに会う僕になれたらエンドロールは悲しい歌じゃなくて君のためのラブソングでも伝えられない最後のセリフ君がうなずいてくれるのならラストシーンは全米が泣かなくても二人だけのラブストーリーすれ違う思い期待しないで恋してるそんな僕にさよならこれが好きという感情なのでしょうかだったら嬉しいな